前田義長前田義長は福岡県出身の元プロ野球選手。ナックルボールにスライダー系の回転を加える等の変化をつけ、オリジナルとして確立していた。現役引退後2009年より日本経済大学に手順教授を務めていた。2012年に退任。現在は野球解説者として日本放送と九州朝日放送の中継。 J スポーツのメジャーリーグ中継に出演しているから、東京スポーツの野球評論家として活動している。シンクバンク、フレームオブシンセリティ所属。2020年4月より、TT パレット所属のインフルエンサーとして、YouTube チャンネル、前田吉長のチョコチャンネルを開設し、タレント、YouTuber としても活動をしている。2021年1月より、 個人事務所スポーツボンドプロダクションに所属。また、人生タイミングとターニングポイントの講演題目で、全国各地で講演や野球教室の開催などの活動をしている。鈴木中央ボーイズを主催し、会長として指導も行っている。愛称は、チョコ。福岡第一高等学校時代に、稲垣人氏から厳しい指導を受け通しとして力をつけた。 1988年、福岡第一高等学校のエースとして、山内健一らと共に、春夏連続甲子園出場。同年夏の大会では、決勝戦で、広島商業に敗れ準優勝に終わるも、甘いマスクと戦国武将を思わせる名前で人気を集めた。同年のプロ野球ドラフト会議では、地元に誕生した福岡大英ホークスが2位指名すると宣言したが、 本人は大学進学の意思を表明し同志社大学のセレクションを受ける。ところが実は裏で西武ライオンズとの間で1位指名するとの密約が進められていたという。しかしドラフト会議で西武は指名を回避し結局坂井つとのくじを外したロッテオリオンズからの1位指名を受けロッテに入団。チョコのニックネームは入団直後のバレンタインデーで 大量のチョコレートが送られたことが由来で、本人によれば約1500個だという。高卒新人ながら1989年から1、軍で17試合に登板し、先発では7試合に登板。安定感を欠いたが、プロ初勝利を含む2勝を挙げ、その川和美、小宮山悟、伊良部秀樹らと1990年からは、ロッテの先発ローテーション投手として活躍し、 西武ライオンズの主砲、清原和弘と幾度となく勝負を演じた。なお、清原とは後々同僚となる。だが、チームの低迷もあり、年間8から9勝の勝ち星に対し12から14敗の負け星といった成績で、5年連続2桁黒星を記録し、9勝が2度あっても2桁勝利がなかった。引退後に本人が明らかにした話として、実は、 入団一年目の春季キャンプで左肩を痛めてしまったという。しかも本人は肩を痛めていることを球団に知られたら二軍に落とされてしまうことを危惧し、左肩痛のことをトレーナーに報告せず隠し通してしまった。このため適切な処置を受けられなかった左肩痛はその後慢性化し、引退まで長きにわたって苦しめられた。1990年は、 中継ぎでの登板もあったことから、33試合と、登板8勝13敗にセーブ、防御率3.99の成績を残した。また8関東を記録し、規定投球回到達を果たした。1991年も前年と同等の起用法がなされ、登板数は30試合に達した。8勝11敗にセーブ、防御率3.86と、 前年とそれほど変化は見られなかったが、関東数は10に達した。1992年からチームの本拠地が千葉マリンスタジアムへ移転。この年は1992年のオールスターゲームに出場し第一戦に先発した。同年はプロ入り最多の9勝を挙げ、2年連続で10関東を記録したが負け数も14だった。1993年も9勝を挙げたが、 防御率4点台と悪化した。1994年は調子を落とし、23試合に登板したものの先発での登板は18試合に止まった。最終的に4勝10敗、防御率6.20でシーズンを終えた。1995年には、新監督にボビー・バレンタインが就任。しかし、調子が上向くことなく17試合で3勝6敗。 防御率5.10の成績でシーズンを終えた。チームは2位と躍進したものの、自身はほとんど貢献できなかった。同年オフには、二村通る、坂井忠春、山本康史との3対3の大型トレードで、平沼貞春、樋口和則と共に、星野千一が監督復帰した中日ドラゴンズへ移籍。中日移籍直後の背番号は31。 1996年は、開幕2戦目の先発に抜擢され足の故障で途中、離脱したが先発ローテーションの一角として、プロ初の勝ち越しを記録した。最終成績は7勝4敗、防御率4.21だった。1997年は、チームの本拠地が名古屋ドームへ移転。この年も開幕からローテーションに加わったものの2勝13敗と、大幅に負け越した。 1998年は、背番号を18に変更し、さらに自身の希望から、中継投手へ転向した。これが功を奏し、36試合に登板して、初の防御率に天台を記録したが、同年オフには、福岡大英ホークスから、フリーエージェント権を行使して、移籍加入した、武田和弘に、背番号18を、譲り29へ変更された。 1999年にはチーム事情から2年ぶりの先発を任されることもあったが25試合に登板しこの年も防御率2.63と安定感ある投球を見せリーグ優勝に貢献した福岡大英ホークスとの日本シリーズでは第3戦の1試合に登板した2000年9月24日の対読売ジャイアンツ戦に先発この試合に 中日が負けると巨人がリーグ優勝する試合であったが、上原浩二、牧原博美、木村隆二、平松和弘と投げ合い8回まで、飛安打5、無支球無失点。しかし9回裏に、先頭、元木大輔と高橋義信に連打を浴び降板。リリーフしたエディギャラードが打ち込まれ、巨人に4年ぶりのリーグ優勝を決められた。同年は41試合に登板したが、 先発投板も12試合あった。5勝4敗、防御率3.78と調子を落とした。2001年は前半戦まで先発投手を任されていたが不調により後半戦から再び中継ぎ投手に転向した。最終的に36試合の投板で4勝10敗、防御率3.241と今一つの成績でシーズンを終えた。なお星野はこの年限りで監督を辞任した。 一方、前田は山田久志投手コーチとは、ソリが合わず、オフに、その山田が翌年、中日の監督になること、また契約公開において、当初提示されていた年俸から突如下げられたことに、不信感を抱き FA 宣言し、同年11月22日に、読売ジャイアンツへ移籍することが発表された。この際、人的保障として、平松和弘が、巨人から中日へ移籍した。 セットアッパーとして固定されると、移籍1年目の2002年から、中日時代と全く変わらぬ活躍で安定した力を発揮し、同年は自己最多の53試合に登板し、防御率2.74の成績を残し、チームのリーグ優勝と日本一に貢献した。日本一を経験したのは、これが初めてだった。2003年は、抑えの川原純一が、 前年の活躍から一転して、ゼフ不調に陥り、リリーフ陣は、駒不足となり、投手陣が崩壊することとなったが、その中でも投げいに巻き込まれることなく、50試合に登板し、一時的に抑えで登板したこともあり3、セーブを挙げ、防御率3.15と一定の成績を残した。2004年9月26日に、通算500試合登板を達成し、勝利投手にもなった。 この年もチームのリリーフ陣は壊滅状態で抑えも固定できない状況だったが44試合に登板し防御率2.38と安定感を見せた。2005年には史上11人目となる1イニング4奪三振を記録。この年は50試合に登板したが勝敗とセーブが一つもつかず防御率4点台となりチームも1997年以来8年ぶりの ビリクラスでシーズンを終え、5位と不本意なシーズンとなった。その後も、2006年28試合の当番に止まり、防御率7.23、2007年は15試合の当番、防御率5.06というシーズンが続いた。2007年10月30日、国内でやり残したことはないとの理由のもと、メジャーリーグ挑戦のため球団へ対談を申し入れると、了承され、 11月30日に自由、契約公示された。11月12日に SFX、ベースボールジャパン社と代理人契約を結ぶと、1月26日と米、28日に、19弾を招いて合同トライアウトを実施している。2008年、テキサスレンジャーズとマイナー契約。3A オクラフォまでは36試合登板、5勝3敗。 防御率4.55の成績を記録したが、メジャー昇格は果たせなかった。そして、12月3日に、現役引退を表明した。現在は、日本放送、九州朝日放送の関東地区での、ビジターア合中継の野球解説者、タレントをはじめとして、企業主催の講演会や母校、福岡第一高校の系列大学である、日本経済大学で教団に立つなど幅広い。 活動を展開している。2011年8月から10月にかけて、東京スポーツ市場で、集中連載、ドローのサワン、前田吉長補足、長くを執筆し、自らの反省を振り返っている。また、少年野球チーム、続きジャイアンツボーイズと続き中央ボーイズを設立し、会長を務めている。2020年4月には、自身の YouTube チャンネル、 前田吉永のチョコチャンネルを解説。新型コロナウイルス感染拡大による甲子園中止を受け、コロナ禍で苦しむ球児に希望を与えたいと YouTube を通して野球の知識や技術についての配信を行っている。21歳の時に高校時代の同級生と結婚。卒業式当日、取材対応していたまま一緒に帰りたいと彼女はずっと待っていたという。それを知って、 この子と結婚しようと心に決めた。現在4時の父。プロ野球選手と思えないほどの細身であるが、現実の登板をものともしないタフネスサワン。時速140キロメートル台の速球と、ナックルボールを使いこなす。山なりの軌道を描いて、激しく揺れながら落ちる変化ではなく、微妙に回転がかかっており、直球と同じ軌道からランダムに沈む変化を描く。 フォークボールの大体として、高校の先輩に教わったものだという。クイックモーションの速さは投球動作開始から、保守のミットに収まるまでが0.99秒と、史上最速。おのずと周囲から、スーパークイックと絶賛された。中日移籍後、星野監督から、いつまでも、ロッテの野球をやってんじゃねえと一括され、どうすればいいか考えた末に身につけた。その結果、 走者が一塁にいても気にしなくなり、打者との勝負に集中できるようになったという。また、やがて走者がいなくてもクイックを織り混ぜて、投げタイミングを外す投球で打者を抑える術も身につけた。NPB での最後のシーズンとなった2007年の春季キャンプでは、騎士改正を目指し、サイドスローへの転向に挑み、従来の無駄のないスリークオーターから一転。 変速サイドスローでの投球となった。村田新一バッテリーコーチからは、ジェフ・ウィリアムスのようになってほしいと期待を寄せられていたが、2008年度は、上手投げを基本戦に、時折横手を交えて投げていた。ありがとうございます。